4月11日、今の花畑の様子です。A 列から、こちらの水仙、だいぶ咲いてきました。あと、赤いチューリップが目立ちます。ビオラ、綺麗に咲いてます。1列目、水仙満開、赤いチューリップ咲き揃えた感じかな。2列目、ムスカリ満開、黄色い花、色がだんだん分かってきました。赤い花も咲いてます。3列目、バタフライ水仙、あとは紫のチューリップ、あと水仙です。4列目、ムスカリ水色、あとふさざき水仙がつぼみほころんできました。ピンクチューリップとムスカリ上の方。5列目、白チューリップ咲き揃ってます。6列目、ぼちぼち咲き始めてます。7列目、8列目、ムスカリ咲いてます。8列目の上の方、ピンクのチューリップ咲き始めてきました。9列目、塩の毒草、そろそろ終わりです。赤いチューリップ咲いてます。10列目、ここは八重咲チューリップ手前だったんですが、だいぶウイルスかな、ウイルスにやられて半分以上、半分くらい抜いちゃいました。あと上、ムスカリと赤色チューリップ咲いてます。11列目、水仙きれいに咲いてます。あとここは黄色いチューリップが咲く予定です。上の方だいぶつぼみ上がってきました。12列目、白ムスカリ、ホワイトマジックかな、名前忘れた、とちらほら咲いてます。13列目、手前、 Y 様からいただいた、譲っていただいた白チューリップ咲き始めました。あとは水仙と赤いチューリップ咲き始めてます。14列目、赤いチューリップ、ここも多いですね。あとはアネモネ、です。15列目、紫チューリップ多いですね。あと色別グラデーション上のムスカリと、あとはチューリップ、いろいろ白色上の方目立ちます。16列目、水仙手前、これからですね。まだちょっとしか咲いてません。これからだんだん咲くでしょう。
とはチューリップ少しとムスカリ長めに植えてます。17列目、ちらほら咲いてます。真ん中あたりがやはりスイセン、これから咲くでしょう。18列目、はい、黒ムスカリ伸びてきました。変わった色ですね。正式名はムスカリではないと思うんですけど、私は黒ムスカリって呼んでます。あとミニスイセンと上の方バタフライ系スイセン、プリムラ、にぎやかに咲いてます。あとちょこっと上の方チューリップ咲き始めました。この辺は花数少ないです。小さいチューリップ球根なので葉っぱが多いです。あと釣り鐘草とカサブランカ上の方。20列目、ここも小さいチューリップの球根なので花数は少ないですが、上の方つぼみ上がってきてます。21列目、スイセン少し植えてあって、ムスカリと小さいチューリップの球根です。つぼみ少し上がってます、こっちも。22列目、ここは葉っぱが多いです。と上の方、白いチューリップ咲き揃いました。小さい球根でも、この白いチューリップは花が咲くのが多いです。23列目、あ、昨日よりもだいぶ小さい手前のミニチューリップ、プラエスタンスユニホニャララ、かわいいの上がってきてます。つぼみっていうか花が上がってきてます。あとは小さいチューリップの球根ちらほら。最後、国家園から買った在庫処分品のチューリップ300球弱、赤が少し咲いてきました。これから何が咲くか楽しみです。以上です。